のあしあと、曲がりなりにも一本道、もう諦めることはないだろう、もう諦め飽きてしまったんだ、ほのかに色づいた桜のつぼみをつついて遊ぶ天気やめ、ため息のようにあくびのように、証拠りもなくまた歩き出す、これからもずっと手を伸ばし続けるんだろう、教えてください。そうですね、久しぶりに語りだったんで、ちょっと緊張しましたね。今日ご自身で一番頑張ったところはどこですか？そうですね、Eマイナーですかね。そんな今一番伝えたいことは何ですか？皆さん、これだけ来てくださった皆さんに感謝したいなと思ってます。それでは最後に明日の自分にエールをお願いします。そうですね、まあ、自分にというか皆さんで一緒にこのコロナ禍ありがとうございました。